あ、初見です、ありがとうございます。こんにちは。夕方ですね、もうね、頑張ってください、ありがとうございます。今日はアンチさんの卒業公演ということで、ちょっとね、リハからやっぱ寂しかったですよ。なんか寂しくなりました、リハでやっと実感が湧いてきて、なんかああ隣にアンチさんおるの最後なんかみたいな思っちゃって、すごい寂しかった。今日のご飯です。ここが飛び出ちゃう髪の毛、耳や耳。甲子園ね、中止ですね。台風でしょ、台風って、台風ってなかなかよ。お疲れ様です。今日は寿司を食べながら配信します。そう、最後ですよ、フルメン、みんな見てくださいね。いなり寿司、うん、なんか寿司です。チームで一番先輩になるね。ね、そんなこと初めてかも。なんかチームで一番先輩になるっていうのがね、ドキドキしちゃうよね。アンチさん泣いてた？それはどうでしょう。でもね、私たちが泣いちゃいそう、なんか本当に。わさび、わさび、私つける派です。皆さんわさび得意ですか？ポニーテール、今日は私ってこんな髪長かったんやって思う。もうしろ、え、ほんまや。きなこさんありがとうございます。夜ご飯ですね。まあでも家帰ったらまた食べちゃうかも。お腹すくよね、なんかそう。公演後はマジでお腹すくんですよね。でもそんな消費カロリー消費できてないっていう噂なんで、なんか食べちゃったらプラマイプラス、プラスマイナスプラスです。あ、わさび忘れてた。うん、棋聖どんな子に入ってきてほしい？え、うーん、どんな子に入ってきてほしい、どんな子、しっかり活動できる子かな。楽しんでくれたらそれでいいですけど。いただきます。今日も可愛い、ありがとうございます。こういった子の親密度上がらなくて泣いてます。そっか、うん、こういった子皆さんやってますか。うまーい。結構バグる？こういった子。一口がでかい。これさ、だってなんか手まり寿司みたいな感じなんですけど、普通二口かな。そう、一口で言ったらなかなか喋られへん。ミンクちょうだい。あれ見たいんですよ、
大人小学生さんの、山田裕太さんの引退の舞台、卒業引退見たかった、東京行きたかった、この期間だけ。男のピリオド明日行きます。いいな、ないないな。いいな。うん、あとさ、何来るか一緒に。いや、かな思うんだけど。なんか嘘、こういったこの私可愛い、嘘やん。うん、自分であんま可愛くないなと思ってたから嬉しい。そうで、大人小学生さんの話戻るんですけど、さっき光大さんから、光大さんっていう脚本演出されてる方がいらっしゃるんですけど、連絡が来て、東京いないのっていう、見に来てほしかったって言っていただいたんですよ。私も見に行きたかったですっていう感じです。偶然東京にいたかった。どれもめっちゃ可愛いですよ、嬉しい。うん、優しいのね、みんな。嬉しい、そう嬉しいよね。なんか前回共演したももこちゃんとか、あと、まあ、大人小学生さんも含めてとか、読み聞くんも出てるんですよね。見に行きたかったな。チヒの舞台で天海くん、こんにちは、久しぶりの人もいらっしゃいますね。お年寄さんのチヒが演技してるのまた見たい、見てほしいから頑張るけど、スケジュールがね、なかなか合わないって言ってました。難しいのね。たこ焼き、どこのたこ焼きが好き？わなかです。わなかが一番おいしいです。でもあれも食べたいんですよね、マオタンとかがコラボしてる恋たこじゃなくてなんっけ、恋たこ恋たこじゃなくて、何だっけ、銀だこでもなくて、よしたこ、そうです、よしたこ、よしたこ、
吉田子も食べたい。一回食べた時美味しかったです。うんうん、うん、ハゲハゲこうなるからネイルできないんですよ私って。ハゲハゲ、今日はメイクさんにポニーテールって選んでいただきました。お寿司が美味しい。ちょうどお寿司食べたかったんです。間に合った？間に合いました。あげー、ポニーだ、やば、ポニーです。短所はめんどくさがるとこかな最近自分でそう思う。この前ななほさんがお寿司食べてた。流行ってるんですか？うん、いや、メンバーの中では特に流行ってないけど、多分買ってきてくださる方の中で流行ってるのかな。ちょっといいかなって聞きたい。うん、ちょっといいかな、こんな感じどんな感じ。アンチさん今メイクしてるんじゃないかな。なあなあ、ちょっといいかな、こんな感じセリフがあれば何でも言える。セリフと言われれば、あのフリーが苦手ですね。まあ、そう、エチュードになったら、私なんかが口癖なんですけど、うん、なんかってめっちゃ言っちゃうんですよ。うん、フルーツサンド食べたくならへん、わかる。けど面白かったの、エビ。レイホンのコメディいい感じでしたよ。うん、マジ？ナナホンはもう食べ終わったよ。マジ？全然食べてないんじゃん。ジャンもよく言ってるみたい。ほんま？言ってんのかな？なんかはほんまに。うわ、また言ったっていうタイミングがあるんです。じゃあもう言ってんのか。セリフじゃなくてもよかった、嬉しい。うん、声素晴らしい。ラジオレギュラーとかしてほしいです。うん、したい。
朝一の人身事故で大阪へ3時間もかかりました。あら、3時間遠いね。人身事故びっくりするよね。あ、てかそういう時に限って遅刻しそうな時間に家出ちゃうっていうあるある、私の中でのあるある。舞台に立ってうちひいさん見たすぎて困ってます。頑張ります。うん、うん、24の声はめたい。ちひさんの未来の声詰めちゃうので、ボイちゃんがーる。やばい、忘れたな、思い出します。親友の結婚式場に戻らなきゃ。え、結婚なの、いいな。ベリーミー、あゆメリーミーやっけ。結婚しましょう。Will you marry me? Thank you very much. Will you? なんか文法ってむずいよねって日本語以外で久しぶりに思ってます。最近ぜひ うん、 Of course. OK. 今日ユイナがアイス買ってくれました。ガーナ、ガーナやった気もするし、パルムのほうじ茶って美味しいんやって。ふん、こんにちは。持ち手がクッキーの、そうそうです、正解、すごで、分かったの。劇場そばの鴨倉いつできますか。うん、エディオンの横のとこもうできてたよ、多分もうできてた気がする。うん、鎌倉オープンしてたよフ新しいとこでしょ、前唐揚げ屋さんやったとこよね、オープンした気がする。うん、唐揚げ屋さんなくなってた。
24時間やってたところね、唐揚げなくなってカムクラになってましたよ。うん、昨日オープン、あ、そう、昨日、うん、2階建てでしょ、あれ。エディオの9階ピンチ、確かに、なんで近くに作ったのね。9階まで行くの、だって大変やもんな。まあでも、楽しいけどな。あそこの9階のラーメン屋さんもよく行くんですよ。かわいい、ありがとう。食べ終わりました、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ライスペディア買いました、本当に可愛かった、ありがとうございます。お疲れ様です。わーい、9階ラーメンパークだったんや。そうですよ、ラーメンパークです。おすすめ、なかなかいいですよ。いろんな味のラーメンが楽しめるんで、もし全然お腹いっぱいならへんなみたいな人やったら、いちいちにいろんな店で食べれそう。チヒさん、マスクしても印象変わらないんですよね。ほんま？いつか行ってみます、ぜひ。うわぁ、アンチさんとラーメン屋さん行ったなと思ったな、今。アンチさん、エイリさんとかルリピョンとかと一緒にラーメン屋さん行きました。今9階の目が印象的なんであんまり変わらないですね。嬉しい。すぐ血引いてバレそう、困る。でもこの前ユニバーサルスタジオジャパン行った時に、あれ、え、目で分かりましたって言って声かけてくださった方がいました。そう、スタンプ集めしてたね。そうそうそう、私もなんか、なんやっけな、ラーメンを載せるアプリみたいなのがあるんですよ。ラーメン写真撮って、今日はこのラーメン行きましたみたいな、ラーメン図鑑みたいなのを自分で作るアプリがあって、でみんなでそのアプリ入れて、今日はこのラーメンみたいな、昨日はこのラーメン、公演終わりとかに行ったりしてましたね。公演早く終わった日とかに行ってました。ユニバ人いっぱいいるんですか？あ、いや、わかんない。晴れの日はいるのかな。でも私雨の日に行ったんで、そんないなかったですね。屋根付けのドームにしたら阪神ファン怒ります？甲子園を？まあ開けたらいいよね、ウィーンガシャンウィーンガシャンって。でもやっぱ甲子園とか、まあ、高校野球もそうやけど、外でやれるっていうのが青春感じられるじゃないですか。だから私はあんま、したい派じゃないですね、ドームに。外がいい派ですね。野外であってほしい派。まあいろんな意見あると思いますけど、
そう、雨降ってもね苦痛じゃないんですよ甲子園って。まあ中止になった時はさすがにあーってなるけど、まあまあまあ、あの甲子園で阪神タイガースの黄色いカッパがあるんですけど、それをかぶって、ね、結構デカめなんでカバンも隠せるぐらいの大きさなんで、それをかぶってじっと待って、その昔からの一連のハイライトとかをね流してくれるんですよ、雨の中断してる時って。それを見て、ああこんなことあったよなとか、こんなことあったんやっていうのを見れるのが楽しい。そう、合体カップラーメン食べました。食べてないです。はじめまして、こんにちは。ティフ行きます、雨降りませんように。ティフ、ティフぜひ来てください、無理せず。甲子園であの大きいモニターに映ったことありますか？ある、あります。7歩終わったよ。あ、マジ？今何時？こういった星なのの3種類だとどれが一番好きですか？なんかこんな感じのやつと、あとちょっと口半開きのやつが好きですね。いや、10月1日だけ NAB 出ます。ホットステージだったと思う。ちょっとランキング読みます。13位ジェフさん、12位オリア女子ジョーさん、11位ジェロさん、10位マースさん、9位富士さん、8位焼きそばさん、7位ピクトグラムのマッチ棒さん6位ヒンちゃんさん、5位マインさん、4位コテツさん、3位浜翔さん、あ変わった、2位カンツキさん、1位きなこさん、ありがとうございました。私半開きのやつ好きです半開きやけどなんかいいみたいなありますよね。ありがとう。歯についてそう、なんかいいかこれ鏡代わりにたまにしちゃうんですよ、ごめんなさい。見にくい姿をお見せしてピースイエーイイエーイ、ありがとうございました。また公園でお会いしましょう。バイバイ。